ではレコード、はい、レコードして、もし、皆さんにはちょっと申し訳ないですけれども、後でアップロードするということでします。で、ちょっと共有しますね。まあ、一応、パワーポイントにまとめてあるので、まあ、今日の話ということで、これで、これどっかな。スライドショーですね。はい。じゃあ、ここから始めます。それで、今日は、初めは、ヒトカマウスの話だけをしようかなと思っていたんですが、ちょっと、いろんな、面白い、論文がいくつか出たので、まあ、そういう意味で、ちょっと、他の、論文も合わせて紹介したらいいんじゃないかなというふうに思っています。で、まず、本来のヒトカマウスなんですけども、これ見えてますですね。見えてます。見えてますね。はい。で、ヒトカマウスっていうのは、僕も現役時代にですね、免疫学で特にはこのスキッドマウスっていう、マウスの、まあ、研究にもちょっと関わったことがあるんですね。それで、これを発見したのは、フィラデルフィアにある、まあ、なんていうかな、研究所の、ピーター・ベスマイなんか、名前忘れちゃったですけども、たまたま、マウスを維持してるときに、免疫不全マウスが見つかるんですね。で、これがどうして免疫がないのかっていうことでものすごく重要な問題になったんですけども、まあ、しかしながら、せっかく免疫がないなら、ゼノグラフトもできるんではないかっていうことで、マウスに人の細胞を移植して、まあ、血液とかを維持しようっていう話が起こります。で、それを一番最初にやったのは、実際にはですね、多分ご存知だと思いますけれども、アール・ワイスマンっていう人たちのグループで、で、イミネックスっていう会社まで作ってですね、スキッドマウスに人間の胸腺や骨髄やを再構成するっていうことを実際にやっていくわけですね。で、しかしながらやっぱり100%はいきません。ですから、それ以降のヒトカマウスの仕事っていうのは、免疫系を減らしていくっていうことですね。すなわち、リジェクションしないマウスをどんどん作っていくっていうのが、まあ、ここら辺まで続きます。で、ここにあるように、まあ、僕らも使ったことありますが、スキッドマウス自体は、やっぱり、完全ではないんですね。もう遺伝子が分かると、それが分かりますので、結局、免疫系が全くできないマウスというのが、ラグ1、ラグ2、ノックアウトっていうのができていくので、それに、人の細胞を注射するんですけども、それだけでもうまくいかないっていうことで、最終的にですね、NK 細胞とかそういうものがやっぱり残ってるからではないかっていうことで、不思議なことに、1型糖尿病のマウスを組み合わすことで、これが結構人の細胞、特に血液を受け入れるということが分かるんですね。ですから、このノッドスキッド、あるいはノッドラグ1、ラグ2っていうのに関しては、まあ、多くのところで人の血液を入れるっていう、まあ、人の血液をマウスで再現するっていうシステムで使われるようになります。で、しかしながらですね、最終的にこれだけではダメ。で、さらに IL-2 ガンマをノックアウトするとかいうのをやるんですけれども、このネガティブセレクションだけではなくて、もう少し自然免疫を人間型に変えたらどうやとかいう、もう少しポジティブな話になるんですね。で、これをやり始めたのが、まあ、この論文の中心ヒット、まあ、グループである、リチャード・クラベルっていう人です。で、その中で彼らは、例えば、IL-3 とか、それから、GM-CSF とかですね、いわゆる、白血球の、
増殖に関わるようなものをみんな人間型に変えていくんですね。MCSM ですね。で、最終的にそれでできたのが、ミストラグっていう、5つのサイトカインが人間に変わったやつっていう、マウスができます。で、これがですね、まあ、優れもので、一緒にこうリチャード・フラベルで、これが何年だかな、このミストラグのマウスを作ったところですね、最終的に、ごめんなさい、この人の血液細胞を注射すると、基本的に免疫系が完全に移行推奨されて、なんとクラスチッチまで、起こって、人の免疫をマウスの中で誘導できることがある。で、もちろん、ここに載ってる、ジョージ・アンコポーラスっていうのは、リジェネロンの創始者ですけども、リジェネロンは、多分皆さん覚えてられると思いますけれども、COVID の一番最初のモノクロナル抗体治療をやる人なんですね。ですから、彼らが強いのは、マウスで完全に人の抗体を作るようにできている。だから、COVID でもマウスに注射すれば、もちろん彼らがこの時使ったのはこのマウスではないですが、マウスにウイルスを注射すると、まあ、うまいこと、モノクロナル、人のモノクロナル抗体ができて、それをそのまま、使えばいい。ですから、一般的にマウスに COVID の抗体を作らせた後、人化するっていう必要がなかったわけですね。まあ、そういう意味で、免疫系に関してはかなりモデルができたっていう話なんですが、それにさらにですね、肝臓とかそういう普通の臓器を再構成できるかどうかっていうのが次の問題になるわけですね。で、そこで出てくるのがですね、このグロンペっていう人で、まあ僕も両方個人的に知ってますが、この彼らはこの FH マイナスマウスっていうのを作るんですね。で、これは肝臓の酵素で、これがないとですね、肝臓の細胞はできるんですけども、生まれた途端にどんどん死んでいきます。ですから、最終的にこれは肝不全で死んでしまうんですが、それが全てなくなる前に人間の肝臓細胞を注射すると、人間の肝臓細胞で置き換わったマウスができるんではないかっていうので、グルンペラは、まあ、僕らもまだ現役の時にこういう研究をしてたわけですね。で、最終的にここに示すようにですね、大体よく言って2割ぐらいですね。普通のノッドスキッド IL2 ガンママイナスっていう、まあ、要するに免疫のネガティブセレクションだけしたマウスにこの FH をかけてですね、で、それ自身に、どうですかね、その肝臓細胞を注射すると2割ぐらいまではなんとか戻るんだけども、残念ながらそれ以上いかないということが分かります。で、これはちょっと問題、まあ、ですから結局これ、2013、4年の話なんですけど、それ以降ほとんど使われなくなっちゃうじゃん。いつですかねこれ。で、そこでですね、ピラベルたちはそのミストラグにさらに IL6 を人型に変えた6つのサイトカインが人型になって、しかも免疫不全のマウスを使うとこの肝臓ができないか。ですから今まで人化マウスをずっと研究されてきた中の一つの、まあ、到達点というものが可能かどうかっていうのをやってるわけですね。で、そうした結果ですね、これまあ、これはなかなか面白いんですが、実際にソースとしては、人の胎児管を使っています。で、胎児の細胞ですね。で、これを凍らしたやつを溶かして使うということで、まあ、まあ、どう言いますかね、途中でアボーションしたような胎児の肝臓を残しておいて、
で、そこから CD34 マイナス細胞と34陽性細胞を分けて注射するということがあるんですね。で、実際に肝臓細胞はもちろん CD34 陰性ですから、肝臓細胞はこっち側にある。で、34陽性細胞には血液であったり、血管であったり、そういうものが全部残ってるわけですから、これを別々に注射したときにどうなるかっていうのをやると、ともかく、ミストラッグプラス IL-6 っていうのでは、結構入るっていうことが分かったんですね。で、しかもですね、これはすごいと思うんですけど、ここ見ていただくとですね、なんと、これ分けて入れてますから、CD34 陽性と陰性ですね。で、そうするとですね、陰性のヘパトサイトはほぼ 100% に近いレベルに、人に変わるわけですね。もちろん FH がありますから、マウスの細胞は死んでいきますけれども、その上で残りの細胞ですね、免疫細胞から、マクロファージですね、それからファイブロブラスト、それから血管ですね、これは全部 CD34 陰性から来る。ですからこの2つを入れると人の肝臓にほぼ置き換えることができる。一方でですね、この CD34 陰性だけを注射する。まあ、ピーター・ビーバーの、なんていうか、陰性細胞だけを入れるっていう話をやるとですね、ほとんどリコンシーションできない。何を意味するかっていうと、肝臓が増殖するためには、こちら側の細胞も必要であるということが分かったわけですね。ですから、結局、両方一緒に入れないと、肝臓のリコンシーションはミストラッグマウスプラス IL-6 でもできない。でしかしの両方あると、まあ、それぞれが助け合って最終的に肝臓細胞ができるっていう話なんですね。で、これはね、画期的だと思いますね。で、実際にこれ僕も全然知らなかったんですが、例えば LDL と HDL の比を見てみるとですね、LDL の高いっていうのはマウスじゃないそう、ないみたいですね。これ、それからアポA とかの、いわゆるパーティクルの作られ方が全然違うということで、僕もマウスも人も一緒かと思ったんですけど、こういう意味で代謝は全く違うんですね。すなわち、HDL と LDL の比で言うと、人間はまあ結構 LDL が多いんですね。で、実際に人かマウスだと人と同じようになるということがここで示されているので、でそういう意味では、全く今までマウスモデルで、例えば、NASH とかですね、肝臓疾患を研究するということも、なんか間違ってるような感じしますね。特に代謝に関係する NASH みたいな。代謝に関係するものに関してやっぱりちゃんと人かマウスやらないかんなっていうのがようわかります。で、そういう意味でやっぱりなかなか素晴らしい人かマウスができた。で、肝臓の研究できますよっていうところで、この研究を終わらずにですね、やっぱり一番やっぱり一般的に面白かったのは、じゃあどうしてその CD34 陽性細胞がこの肝臓の増殖を助けるのかっていうのを追求してですね、まあ長い話で短くしますと、結局血管内皮が、血管内皮からヘパトサイトに、働きかける分子がウィント2であるということが、まあいろいろ情勢の実験やらで分かるんですね。で、そうすると、じゃあここに、CD34 陽性、その血管を入れずにですね、ウィントだけ入れたらちゃんとリコンシーションするかっていう実験をしていて、実際にですね、ウィント、ヒューマンウィントを入れるだけで、この、まあ、コレステロールボディが増える。まあ、基本的には、何パーセントにやってないんで、ちょっと問題ですが、結局、人型の細胞が、ウィントだけでリコンシーションできますから、
逆に CD34 陽性細胞を入れなくてもですね、ウィントを入れるだけでいいという、まあ、おまけまでついてるんですね。だからそういう意味で僕はかなり一コマースのある到達点に来た。でただやっぱりフラベルたちがやってるように、じゃあ L6 で全部終わりかっていうとそうではなくて、これ面白いのは WNT2 っていうのはですね、マウスの WNT2 が人に効かないからこういう結果になるんですね。ですから本当の意味でマウスを人型に変えていくっていう努力がまだまだ必要 で、それが起こると例えば腎臓とかですね、結構複雑な臓器に関しても人の細胞で置き換えていくっていうことが可能になるんじゃないかなというふうに思います。これ一応 この論文はこれで大体ごめんなさい終わりますけど、なんかこれについて質問ありますかね。マウスの細胞はどこに行っちゃったの。マウスの細胞ね、これ肝臓に関して言うと要するに死んでしまうようにできてるんです。多分アンモニア症でもそうですけども、細胞毒性、酵素がないと細胞毒性が発揮されて、生まれてくるまではどうもないんだけども、肝臓で代謝が始まると細胞がどんどん死ぬっていう、いろんな突然変異があるので、それを使ったんですね。で、マウスの細胞、肝細胞はなくなるわけです。で、ヘパトサイトはそれでなくなるんですけど、じゃあ、その CD34 がどうして置き換わるのかっていうのは、別に特に何かをしてないですから、逆に入れた細胞が、一定の比率でちゃんと入ると、まあ、5割ぐらいですね、これ見てても。いう感じでいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。これって豚の中での体内での肝臓の再生とかにある。これはね、ですからフラベルのいう話になると、要するに豚と人間と、例えばマウスと人間ってどっちが近いかというと、マウス人間の方が近いですね。それはね、要するに、進化見てみると、マウスと猿っていうのは大体同じルートから来てですね。で、豚っていうのはやっぱ進化的に遠いですから、やっぱりもっと努力しないと、なんか大きいから人間と同じやっていう発想でやってるとダメですね。だから豚に関して免疫不全を作るっていうところはできますし、多分 IL-2 リセプターガンマも一緒ですから、それはノックアウトもできますけれども、その上でフラベルたちがやったその、人間とマウスとの入れ替えですね。で、多分マウスのウィントが人に効かないということは豚のは絶対効きませんね。だから、多くのサイトカインは人のはマウスに効くんだけど、マウスのは人に効かないという構造になってますから、豚も同じようにそういう形をちゃんと作っていくという努力が必要でしょうね。ですから、軽々にみんなもなんか豚でやれますよとか言って簡単に言ってるけども、フラベルたちがやった努力っていうのをしっかり本当にやるかっていうのをやっぱり本当は問わないかんですね。だからまあ言うたらなんかお金が来るっていうパターンで今やられてることが多いと思うけども、それはかなり間違いだと僕は思いますけどね。なるほど。他は皆さんよろしいか。すいません、質問よろしいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。あ、大学院生の野口と申します。はい、はい、そうですね、学生さんやからどうや、わかる？はい。よく分かった、分かりやすかったです。ちょっと質問なんですけれども、この CD34 陽性っていうと、まあ、やっぱりその血球の細胞っていうイメージがあるんですけれども。そうです。まあ、血管もそうですけどね、CD34 陽性、血管マーカーとしても使いますから。なんかその血球ってこう血管内皮から出てきて、血球になるっていうイメージだったんですけれども。それはね、かなり早い段階です。早い段階です。それ一番最初僕らがやってた仕事やから、だからそれはもうずっと早い段階で、多分、メゾダームがなんていうか、マルティポーテンのメゾダームが動脈に入った時だけそういうことが起こるんですね。で、普通の血
管ない日はそんなにあの血液バンバン作るというものではないというか、ある程度ターミナルディファレンシエにしてると思った方がいいと思いますけど。この、 あの移植をする時期っていうのは、例えばその増血とかのタイミングでいうと、その一時増血の時、これはね、12週って書いてますが、あの要するにアダルトになってから、すなわち肝臓の肝臓で始まるぐらい、減り始まるところでやらないとダメなんですね。じゃあ肝臓で増血が始まるぐらいのタイミング。あ、違います違います、それはもうずっと終わった後です。あ、これ生まれてから、生まれてから、あ、そういうことですね。はいはい、あ、わかりました。すみません、はい。ありがとうございます。だからあの、実際使った細胞はフィータルの細胞なんだけども、うん、注射した方のホストは、アダルトです。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。まあ、一応質問なければ次いきますね。そしたら次は、これはですね、まあ、今一応、あ、そうか、でサマリーはまあこれですね、サマリー彼らも書いてたですが、結局あのここの彼らのやったポイントは、要するにミスティラックマウスを使えば CD、肝臓がちゃんとこう離婚し、あ、なんていうか再構成できますよと。で再構成できるときにこの血管内皮っていうのが大事で、でその血管内皮が出しているものは Wind2 ですよっていうのが多分この論文のメッセージになります。で次はね、ちょっとあの、まあ、もちろんあの堀先生の岡崎さんががんの勉強会やってるから、まあ、あのそこでもあの前話したと思うんですけども、あのケラスあるいはエッチラスっていうのをですね、まあ半分以上のがんがこれをドライバーとしているということで、これに対するあのお薬が作れればですね、まあ、がんの半分以上はコントロールできるっていう話だったんですね。でところがですね、やっぱりこのラスの分子、まあ、このバインディング場所がですね、極めて、薬の作りにくいところなんですね。で、あの、もう本当にたくさんの研究が行われて全部失敗しています。例えば、神戸大学の片岡さんなんかもずっとやってたですけども、やっぱりできたって言っても、ほとんどいいものができなかったんですね。で、ところが、その時に、これ、まあ、最終的にはアムジェンが最初のお薬を作るんですけども、まあ、僕らも、あの、何回か、あの、うちのホームページで紹介しているように、あのラスの中でもですね、K ラスの、ここに書いてある G12C っていうんですね、その12番の G がシステンに変わっているっていうものに関しては、このシステンを使って直接共有結合でリガンドを、まあ、入れてやるとですね、最初にまだ、GDP 結合してるときに、まあ、リガンドが入って共有結合してしまって、もう二度と他の GDP-GTP のエクスチェンジが起こらないようにするっていう可能性があるというのは、一番最初にやったのはあのスウェーデンのグループで僕は思いますけれども、でそれをやっぱりあの薬に仕上げたのがアムジェンなんですね。でアムジェンはソトラシブっていうお薬を、まあ、2019年に出して、もうむちゃくちゃ株価上がります。で、まあ、これ、まあ、不思議やなと思うのは、実際にこう、ケーラスで、G12C っていう突然変異は、たかだか 5% くらいしかないんですが、ですから、あの、堀尾先生たちがやってられる肺がんなんかでも、やっぱり、ほとんどマイナーな話なんですが、まあ、それでも、すごい期待されたんですね。で、ただ、それだけじゃなくて、ソトラシブのように、こう、特、あの、G12C だけではなくて、最近ではですね、ここに書いてある、G12D とか他のものもちゃんとどうですかね、あの、バインドして阻害するお薬なんかが出てきて、今もう一度この新しいラスの時代が来たんではないかとみんな期待してるんですね。でただはっきりしたのは、まあ、あのひょっとしたら使ってられるかもしれませんけれども、これあの実際に、まあ、これがアムジェンが出している
このケーラスで GDP がひっついたところの12に、共有結合させてしまうと、まあ、反応しま、あの、これですね、この G12 のところに、このオソトラシブがこういうふうに入るわけですね。で、そうすると、まあ、あの、次から、その、もう GDP、GTP の反応が起こらなくなる、まあ、フリーズされちゃうっていう発想なんですが、まあ、これがですね、まあ、EU なんですが、実際に、使い始めると、すごい、まあ、あっという間に、体制が出てくるんですね。まあ、半年から、まあ、1年の間に、まず、ほぼ 100% 体制が出てくると。で、この体制の出方っていうのもですね、まあ、いろいろ研究されてて、基本的には、ラッスがもう一度突然変異したとかいうんではなくて、やっぱり結構シグナルとしてはメインのパスウェイなんで、例えばチロシンキナーゼリセプターとかいろんなものがそこを代償してしまうっていう構造になってるっていうことで、これはラッスをブロックする最大の一つの大きな問題だろうという話になってます。で、ですからこれをどういうふうにブロックしていくかっていう話になるんですけども、まあ、これ、僕らもがんの勉強会次回ちょっとやってみたいと思ってるんですけど、一つのアイデアとして出てきたのが、ラスが何をしてるのかっていうことを調べてみると、まあ、この論文が言ってるのはこういうことですね。ラスは結局、エンドプラズミックレティキュラムにある、まあ、一種のどうですか、ね、プロテオスターシスですね。そのタンパク質の要するに、まあ、今はノーベル賞の森さんやら言われてますけど、ああいう、こうタンパク質が、まあ、こう溜まってしまうということをブロックする仕組みを持ってるんだ。で、その結果、要するにラスが活性化されていろんなものが作られてもきちっと、まあ、プロテオスターシスが起こらずに、で、タンパク質のアグリゲーションが起こらない。で、ところが、そこに急にですね、ラス阻害剤入れますと、当然、このラスで、増殖をするときに、まあ、エンドプラズミックレティキュラムでの、プロテオスターシスを抑制する機構っていうのが、やっぱり同時に潰れますから、ずっとプロテオスターシスが起こってくるわけですけども、あ、ごめんなさい。で、それで普通、まあ、細胞死んでくれるわけですね。で、ところが、この AKT アークっていうものは、いろんなパスウェイからアプローチできるので、実際にもう一度これが、まあ、IRER1α っていうのが復活して、結局、タンパクアグリゲーションを起こすことで死んでいた細胞が復活するっていう発想なんですね。で、これが、このストーリーが、意味することをですね、多分、これから、例えばソトラシンも含めてラスの阻害剤を使うときにはもちろんこれ下流やからもう必要ないと言わずにアークですね、まあ、アークとか AKT 阻害剤を同時に入れておくとここから後で代償するプロセスが阻害できますからラスの下流やからここ阻害しても意味がないと言わずに同時に最初から阻害してやると、ひょっとしたら、ストラシブをもっと、まあ、使える可能、どうですかね、長く持たせられる可能性があるっていうことは言えると思います。で、もう一つ、この人たちが言ってるのは、この、プロテオスターシスの阻害剤、すなわちもう、この IRE1α の阻害剤入れてやれば、これ、マクドタンパクですから、
で、これをやれば当然、このアークをインヒビットするのと同じ結果があるので、実際にうまくいくということで、まあ、これ全部細胞、細胞を、人間の細胞を移植する実験ですけれども、このソトラシブに、この RNA、インヒビターですね、RNA の、まあ、shRNA で、この IRE1α をブロックしてやると普通必ずこうやって耐性が出てくるのがほぼ耐性出てこない。でじゃあこれはちょっとまあいちいち SH 使うの大変ですからその代わりにこの IR1Eα の阻害剤があるのでこれを両方併用してみるとやっぱり同じような効果がある。でこれが実際にですね、人間で使える代物かどうかっていうのはちょっと分かりません。でただし、これやっぱりラスみたいな、この割と耐性が出やすい、まあ、抗がん剤自体に一つのちゃんと理屈があってですね、でその理屈をきちっとフォローしてやると、併用療法で、まあ、お薬がある程度の期間効け、より効くようにするということは今後可能になるやろう。で実際アムジェンなんかはですね、あまりそういうことに興味せずに、もう初めからこの ソトラシブなんかをもう免疫療法と同時にやるっていうような論文いっぱい出してますね。だからもう困った時の免疫療法という話になっちゃってるんだけども、やっぱりぜひ、その抗がん剤を、まあ組み合わす。で僕らもなんていうかな、ちょうど臨床始めた頃っていうのはそういう形で抗がん剤組み合わすっていう治療が始まった時やったんですけれども、まあ、その当時はメカニズムとかにあんまりなしに組み合わせてたんですけども、こういう形で要するにきちっと論理的に組み合わせていくということができるようになると、まあ、お薬を使ってある程度、ブロックしていくという時代が、まあ、来てくれるんではないかなというふうに思いますけれども。あ、ごめんなさい。で、あ、ごめんなさい。で、それで、間違ってます。で、もう一つ、今日紹介したい論文のもう一つはですね、この新しいメカニズムのラス阻害剤なんですね。で、これはですね、今は、先ほどお話ししたのは、この、直接、この DDP バインディングサイトに、をブロックしてしまう。すなわち、多くの、やっぱり、阻害剤っていうのは、この、機能ドメインをブロックするわけですけども、それとは違う方法があるよっていう話なんですね。でこれはどういうことかっていうのも簡単に、ごめんなさい、簡単に言っちゃいますと、要するに、このイミノフィリンっていう分子があってですね、これまでサイクロフィリン使ってるんですけども、イミノフィリンをケイラスに近づけてやると、イミノフィリンがケイラスの機能をブロックするっていうことが、期待できるんですね。もともとそういう経緯はないんです。で、なぜこれが期待できるかというと、なんといっても、まあ、藤沢の後藤先生が見つけた FK ですね、タクロリムス。で、これがまさに同じ原理で、実際にタクロリムスって何やってるかというと、FK バインディングプロテインでここありますね。で、これは藤沢の資料ですけども、ステラスの資料ですが、このタクロリムスが FK にひっついた後、このカルシニューリンというものに、この FK バインディングプロテインを連れていくんですね。でそうするとカルシニューリンは、この NFAT なんかの活性化に必須なんですけれども、このカルシニューリンの機能が落とされてしまうので、免疫が落ちる。で、まあ、移植に使えるという話で、これと同じことをラスでやるっていうのが、まあ、この
方法なんですね。で、あの実際に、まあお薬の効き方をやりますと、まあ、じりじりひっついてるものにもう一度入っていくっていう、ソトラシブとかアダガルグラシブなんかと比べると、はるかに効きが早いんですね。で、どっちの方が効きがいいのかっていうのは、これが難しいです。で、実際に今も人間での治験が始まっているようで、この、まあ、カイネティクス見てると、ともかく反応を早く得ることができるという意味では大きな意味があると思いますね。ただですね、じゃあ耐性できないかっていうと、さっきのストーリーでいくと、やっぱ耐性は多分同じようにできる可能性あるんですね。ですから結局これ、一つラスがブロックされるということでは同じですから、結局、それに対するいろんなラス以外の分子が効き出すっていうのがこのラス阻害の最大の問題点であるとすると耐性は出てくると思います。ですから、まあ、反応が早いっていうメリットがあるけれども、あとはメイクインヒビターとかですね、まあ、さっき言ったとりあえず僕メイクインヒビターと合わせていってみるとか、それから、まあ、もしその、IRE1α の阻害剤が使えるんなら、それやってみる価値はあるんじゃないかなという気がします。これどうですか、論文。大体わかりました。まあ、あんまり難しくないけど、やっぱり今ラスが賑やかになってきてるということは大変いいことだと思いますね。特に臨床やってられる先生から言うと、かなり、例えば、まあ、一番期待したいのは膵臓がんですけどね、膵臓がんとか、まあ、ああいうものにやる。それからもう一つちょっと言い忘れたですけども、この新しいタイプのインヒビターのもう一つのメリットは、K ラスだけじゃなくて H ラスとか、それから N ラスなんかにも使える可能性が高いんですね。すなわち、もう一つのラスに結合するリガンドを、要するに選んでやれば、基本的には、この K12 に限定されないという、まあ、大きなメリットがありますから、新しいお薬をどんどん作っていくという意味では、この K は、サイクロフィリンがこんだけパワフルだとすると、やってみる価値はあるなっていう感じがしますね。以上です。で、次がですね、胸腺ですね。で、これはザクッとやります。あと2つはまあザクッとやりますが、まず最初の話はですね、この胸腺の、トレランスなんですね。で、皆さんご存知のように、胸腺トレランスっていうのは、ともかく免疫系ができてくるときに、胸腺の中で自分というものに対する全ての反応を、まあ、失う、すなわち、まあ、ディリーションされる、まあ、除去されるっていうのが、まあ、胸腺トレランスだったんですね。で、しかしながら、どうして胸腺でその、あらゆる自分の抗原がそこにあるのかっていうのも全然答えられてなかった。で、それを答えたのが、まあ、ここにある、リチャー、ごめんなさい、ダイアン・マチスのグループで、1年前、ジャーナルクラブやったんですね、これ。で、これは、ダイアン・マチスとこにいてた、いてはいなかったですね、海所さんなんかも来てもらって、ちょっと話をしたんですが、実際に、ダイアン・マチスが、まあ、この論文ですけども、要するに決めたのはどういうことかというと、このエアっていう分子がですね、胸腺の中で もう一度違ういろんなプログラム、エピジェネティックにいろんなプログラムをインデュースしちゃう。すなわち胸腺の中に、いろんな組織が転写レベルでできるということを初めて証明したんですね。すなわち
胸腺の中に実際には例えば、胃の細胞のいろんな抗原ですね、セルフ抗原あるいは筋肉のセルフ抗原、そういうものがエピジェネティックに誘導されるっていうことを示したんですね。でこれはまあはっきり言うと胸腺っていうのが僕らの体のちゃんと、まあ動物園みたいに必要なものをみんな、誘導して抗原を胸腺上皮で発現させているというので、これは素晴らしい仕事ですね。だからそれまで実際に胸腺が、セントラルトレンスの臓器であるっていうことを言ってた、まあ、リチャード・ミラーとか、まあ、そういう人たちの、あとそうですね、述べてもらったメダワなんかもそうですが、もう50年60年前の話が初めてここで、証明された、すなわち、証明されたという話ですね。でここでですね、割と簡単に T11 インダクションって書いてあるんですけども、これやっぱりこの論文ではこの T11 インダクション、すなわち大阪大学に今いる、あ、ごめんなさい、どんな人だね、ちょっと待ってくださいね、はい、あの坂口さんたちが見つけた T レグなんですけども、これ胸腺トレランスというのはその反応する T 細胞がなくなるということですけども、坂口さんたちがあの証明した T レグというのは反応する T 細胞が反応を抑えるということなんですね。ですから逆に言うとセントラルディリーションによるセントラルトレランスと T レグインダクションというのはこう両方とも同じようにこのストーリーでいけるかどうかっていうのはちょっとわからなかったんですが、それに関してあれ誰がやったらいいのか持ってくるの忘れたんですけども、今度新しいグループですね、これちょっと待ってくださいね、今出しますね、これはですね、あイスラエルのグループですね、ワイズマンインスティテュートのグループが、これに対して、全く違うストーリーを、また違うストーリーではないけどもかなり、さらに現実に近いところまでちゃんと証明したというので、注目してるわけですね。でこの人たちはもうデータ全部省きますけれども、この T セルの上皮のプリカーサーですね。でこれがエアを発現するというところまで一緒なんですね。エアを発現して、いろんなものができてくるっていうのが一緒なんですけれども、エアが最終的にこのそれぞれの違ったプログラムを誘導するのにかかってるというよりは、エアっていうのは一種の揺らぎを、エピジェネティックな揺らぎを与える。でその後実際にそれぞれの、マスター寺院が、出てくるっていう話なんですね。これは1点。それからもう一つ大事な点は、このマスター寺院が出てくるその時間がちょっと違うということですね。で面白いことに胃の、マイクロホールドでも M セル、腸の M セルとかそういうものですね、極めて特殊な細胞と、それからもう一つ内分泌系の上皮細胞っていうのは、ここで見てもらうと結構遅く出てくるんですね。これちょっと時間的に早いか遅いかと考えてもらうと、これ要するに多分内分泌系の細胞っていうのは胸腺で発生の中でも後から出てくる。例えば、筋肉よりは早く出てるんだけども、だから筋肉のに反応する T 細胞は早くディリートできるんだけども、この例えば内分泌系の細胞は遅く出てくる。じゃあ遅くディリートしたら言えないかっていうことなんですけども、
ここ結構キーで、実際に坂口さんたちが一番最初に T レグを見つけた時っていうのは、キュー線を全部取ってしまうとトレランスが崩れるっていう話なんですね。で、すなわち生まれてすぐに強線を取るとですね、なんと内分泌系の自己免疫がいっぱいできてくるという話だったので、まあ、このタイミングから考えるとひょっとしたら T レグは後から出てくるこういう内分泌系の抗原を認識してるんではないかなっていうことが感じられましたですね。ですからまあこれまだ実験始まったばっかりだけれども、T レグの誘導とそれからセントラルトレランスというものを、まあ、一つの枠の中で説明していくということができるようになると思います。それからもう一つ驚く結果がですね、この M セルの話で、 M セルっていうのはその近くで IgA を作るその仕組みを持ってるんですね。で、実際昔からですね、共生の中で IgA ができるっていうので不思議やなっていう話になってたんですけども、なんとこのミミックした細胞だけではなくて M セルとほぼイーコールのものがちゃんと共生の中にできてる。で、そいつが B セルと反応して、IgA まで作ってるっていう、まあ、ちょっとそのミミクリーっていうものが、まあこれ機能があるかどうか分かりませんけれども、そこまで強線の上皮っていうものがトランスリファレーシーションできるっていう意味で、まあ、面白い2つの大きな発見ではないかなというふうに思います。ちょっとこれは分かりにくいかもしれんけど、これどうですかね。これ前の時はもう岡崎さんとやったけど、1日もう全部この話にかけてやりましたからね。まあ大体つながりでさらに、もっと時間的に違ったりとか、それから一つ一つの僕らの体の細胞の、ある意味で、アバターみたいなものをもう一度、ちゃんと作る系があって、その作られ方っていうのも転写のメカニズムから考えると一定の順序があるっていうような話だと思いますね。だから結構ここは素晴らしい仕事になってきてるなっていう感じしますね。これよろしいですか、大体。一つだけ質問させていただいていいですか。はい、どうぞ。その僕もちらっとだけ見させていただいたんですけれども、そのエンドテックっていうのは、まあその、模式図とかで言うと、何かその分泌してるような絵が描いてあって、実際その論文の、例えばフィギュア2の説明とかでも、エンドテック、はい、グレリンだとかそういう内分泌 のホルモンを出してるっていう文章だったと思うんですけれども、 それも面白いですね。だそのホルモンを出したりしてるだけじゃなくて、内分泌系の抗原を、あ、そうです、その全部のどっちも、はい、なるほど。だから自分もホルモンを出し、ホルモンをに対する自己免疫関与をするような働き、どっちも働きとして持ってるということなんですね。わ、はい、かりました。そういうことですね。で、これもちょっと言い忘れたんですけど、面白いですね。すなわち臨床をやってる場合に分かるの、強制種っていうのは結構内分泌系の腫瘍を なんていうかな、内分泌能力があったりしますよね。だからそういう意味ではやっぱり一つ、例えばアーリーなところで強線腫が出て、その上皮がこういうところからクローンが出てくるとすると、当然ホルモン分泌腫瘍になる、で強線腫がなりやすいっていうのもなんとなく分かりますね。あとちなみに、このセレクションがかかるときって、多分その T 細胞の分化的には、皮質の上の方からだんだん髄質の方にこう動いていきます、はい、T 細胞動いていくと思うんですけど、そのセレクションがかかる細胞がの、なんていうか、提示する種類が細胞の、テックの種類によって違うっていうふうになると、
それでも同じようなところに分布してるんですか、それとも全然違うところに分布してるんですか。多分ね、これ基本的にクラス1は割と問題ないですね。クラス1をそれぞれの細胞全部出します。で、クラス2を幸いなことに、上皮も出すんですね。で、ただクラス2の場合、その外側で、例えばエンドゾームなんかでプレゼンテーションされるので、まあ、それがどういう形で、全部強制に提示されるかっていうのは、僕も完全に、多分メカニズムはもう分かってると思いますけれども、それより前の仕事で。だからやっぱり強制上皮そのものの、まあ、面白さですよね。僕やっぱりここで一番面白いのは、そのこの強制上皮の性格っていうものが実際に免疫系でいうと、その T セルの発生っていうのはもう免疫の最初からありますから、基本的にサメができた段階でこの上皮の能力が獲得されるのか、それ以降全部もっと後から出てくるのか。で、これ実際にサメとそれから甲骨魚で比べるとですね、例えば CD4 とかああいうのも全然違うんですね。だから後からいろんなものが出てくるので、この強制上皮の話はその未熟 T 細胞が流れてくるっていうだけではなくて、どのクラスですからね、正直言うとゾウザメっていうのはクラス2ないんですよ。だからそう、ちょっとややこしい話になっていくけど、だからクラス1しかない強制細胞と、それからクラス2とクラス1もあるような、動物、甲骨魚になってからどうなるかとか、これやっぱりやることいっぱいあると思いますね。クラス2がないのに、そのサメは免疫不全みたいな状態にはならない。ならないですね。ですからクラス2とか、それから T レグとかですね、CD4 もないんですよ、それは。お、だから基本的に多分免疫の B 細胞のインタラクションというのは、もしあるとしたら CD8 とかやってるんですね。ですからやっぱり免疫系って極めてダイナミックに動いてるから、これは、まあ、今で一度またゾウザメから甲骨魚の発生っていうのはもうネイチャーの論文出た時みんなびっくりしたよね。十何年前ですけどね。じゃあそのサメは別に抗体を使って免疫をやってないっていうことですか。 CD4 がいない。いや、抗体やってます。で、完全にクラススイッチっていうのはなかったような気がしますね。ああ、なるほど。うん、もちろん B 細胞はあるんですね。だからやっぱりその辺のプロセスっていうのが進化のプロセスって面白いですね。だから僕ら年寄りから分かるけれども、実際に T 細胞が見つかってから CD4 だとかサイトカインとか IL4 とか IL5 とか、もう要するにクラス1とか、そういう話はずっとすごい時間かけて、免疫に必須のものが見つかっていくんだけども、ゾウザメ見たらその何十年の歴史が全部欠けてるっていうのが分かっちゃったんですね。だからもちろんクラス1っていうのが IL4 もないんです。だからもちろん T レフもないんですね、多分。だからそういうところへんの面白さっていうのは、まだまだ免疫の進化の面白さなんで、まあ、ぜひ若い人は頑張って勉強して、まだまだいっぱいありますよ。ありがとうございます。はい。で、最後はですね、Google、まだ、Google の話ですが、皆さん、今、チャット GPT とか、GPT-4 で、大騒ぎですけれども、なんといっても、この、2017年に入れたトランスフォーマー、Google の、なんていうかな、要するにアテンションっていう、モデルの作り方の方法で一番最初に成功したのはこのアルファフォールドですね。で、それは要するにシークエンス入れるともう完全に構造が決まるっていう、しかもそのケミカルなそのいろんな自由エネルギーの計算ではなくて、単純に分子と分子の距離だけを
まあ、あのトークンで覚えさすことで基本的にあの構造がほぼ 92% のタンパク質でわかるっていう話だったんですね。で実際ですね、それより前っていうのはだいたいここにあるように1、まあ、だいたい1年間に1万のタンパク質が、あごめんなさい10万ですね、あの新しく登録されていく、まあ、バンクに登録されていくっていう段階で、このアルファゴールドができるまでにだいたい5、60万の、まあ、タンパク構造が登録されたんですね、データバンクに。ところがこのアルファホールドのおかげでですね、一挙に2億1000万という構造データが、まあ、あの出てしまったんですね。で、これをどうするかっていうのが大事で、まあ、ほとんどの場合は、まあ、お薬屋さんもそうですけれども、基本的にその一個一個のものを、自分の興味のあるものをアルファホールドで見て、どこにあるかっていうようなことをやってるんですけども、せっかく2億種類の構造があるのであれば、その2億種類として使うっていうことができないかっていうのが、やっぱ次の問題になるわけですね。で、それに関して、まあ、割と最近、まあ、いくつか面白い論文が出てて、一つは、結局2億1000万の構造を、どうしたら比べれるかっていうことなんですね。で、今構造自体を比べるあのアプリケーションっていうのがあるんですけども、それを実際に普通の GPU で大きな64コアぐらいのコンピューター使ってもですね、 2億のものを全部調べ直すとするとだいたい10年以上かかるということが、まあ、計算できる。誰もやる気にならないですね。でただそれに関してこの、まあ、このフォールドシーカーを使って一応まあ2週間もあればできるっていうことを、まあ、この人たちはやってるんですけど、これはどういうことをやってるかというと、一つはやっぱシーケンスベースでクラスタリングしてからそれをフォールドシーカーでもう一回確認していくっていうことをやると、まあ、結構あのどうしようね、構造ベースのクラスタリングができますよっていうこの論文です。で、これはなかなか面白いんですが、何が面白いかっていうと、構造ベースでクラスタリングされる遺伝子を調べていくと、人間でだけで発生したケタモンはほぼないんですね。だから構造だけで似ていたっていうものを探していくと、基本的にはものすごく進化の昔から似ているものが見つかってきて、実際には大腸菌と人間であるっていうようなものが、あの新しくクラスターされていくという意味で、まあ、これからはあのネイチャーのグループがパンドラの箱と言ってましたけども、パンドラの箱ぐらい面白いことがいっぱい起こってくるでっていう話で、みんなまあエキサイトしてたんですが、でそこにですね、なんと Google は、アルファミスセンスっていうものを使ってアルファフォールドを使いますよっていう提案をしてるんですね。で、実際にこれやってることはどういうことかっていうと、突然変異が、要するにアミノ酸の置換によってタンパク質がどれぐらい病的になるかということを予測するモデルができたということですね。ですから、まあ、多分岡崎さんやが例えば外来で、患者さんのゲノムを見てそれをコンピューターに入れると、この患者さんのこの遺伝子はどのぐらい、病的になる確率がありますよということがもう返ってくる。だから今一番日本のゲノム研究って徹底的に遅れてますけれども、特に臨床に使うという意味で遅れてるいうのはやっぱりインフォマティクスなんですね。で、結局がんセンターのああいう結局アレイベースの、まあ、音効パネルみたいなものしか使えないで、シークエンスがほとんど使えないっていうのは結局インフォマティクスができないためなんですけども、そういうことがもう簡単にできる。 もちろんがんの突然も分かりますから、結局今自分が目にしている突然変異が病理的にどのぐらい意味があるかっていうことを計算してくれるっていう
ソフトができたということなんですね。で実際やり方っていうのはですね、トランスフォーマーっていうんでは僕はないと思いますね、これ見てると。実際にはですね、もともと普通の、突然変異と病気のアノテーションのソフトウェアっていうのはいっぱいあります。で、まあ、ただ使いにくいだけですね。で、それと同時に構造を足したということですね。で、最終的にその2つを合わせて、病的スコアを計算したというのがこのやり方なんですね。で、やっぱりなんかこれ面白いな、一番面白いなと思うのは、多分まあ、トランスフォーマーはそういうこと知ってないとダメですけども、結局今、事前学習っていわゆるプレトレーニングやってる、圧倒的に方法っていうのは何やってるかというと、いわゆる穴埋め問題と、それから答えを、まあ、提示してコンピューターに覚えさせていってるわけですね。でその時に実際にこれ僕らすぐにこう構造突然変異で一回構造を作らせて構造と正常と比べようなんていうバカなことを考えますけれども、そんなことしたって実際にまたさっきのフォールドシーカーみたいなものを使ってもっとややこしい、まあ、計算の泥沼に入っていくわけですけれども、そういうことをしないでこの人たちは実際によく使われる穴埋め問題をですね、実際に突然変異の場所を、まあ、ブランクにして、まあ、アルファホールドに入れたときにどのぐらいの確率、アルファホールドの予測確率が出てくるわけですから、予測確率が低下するかっていうのをやるんですね。でそうすると低下すればするほど異常タンパクであるっていうことが分かるので、普通の普通のアノテーションにこの構造上の、まあ、確率論を足すことによって、まあ、パフォーマンスを上げて、上げることができるっていうのがこの仕事なんですね。で、まあ、いろいろほとんど原理抜きに素晴らしい素晴らしいっていう話はいっぱいあちこちであるんですけれども、これ僕はやっぱり一つは日本にとっては救いになるでしょうね。でそれは要するに日本ではほとんどゲノムが、ゲノムが臨床に入ってこなかったっていう最大の問題点があるので、まあ、お金払ってでもこれ使わせてもらってですね、誰でもが、実際にこういう、まあ、ゲノムを患者さんの診療の中に入れていくということができるような時代に使ってもらったらいいなと思います。それ以外にももちろん構造にもう一回戻れますから、一回突然変異が、パソロジカルなデータが出てくると次にもう一度アルファフォールドに戻ってお薬開発したりってそういう使い方ありますけれども、まあ、そういうことができる人たちはわざわざこれを使う理由があるかどうかですから、やっぱりそういう意味ではですね、すごいなと思うし、でこの論文を読んでですね、 Google は医学エリアではまあほぼ独り勝ちになりつつあるなっていう感じを持ちましたですね。で、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと待って、でこれ一応実際にこの前ちょっと紹介した、まあ、これはここではないですけれども、Google はアルファホールドを出しましたですね。それからその後、ついこの前、パームメドっていうのを出しましたね。で、これは患者さんや、まあまあ医者もそうですけど、要するに病気に関してのチャットボットに関して言えば、ほぼ専門家と同じところまで来たチャットボットが可能になるようになった。で最後にこのアルファミスセンスが出てきたということで言うと、これはやっぱり残念ながらもこのエリアではやっぱり独り勝ちで、それは何といってもアルファホールドがそれを可能にしたんではないかなというふうに思います。以上ですけど、何か質問ありますかね。西川先生、堀尾ですけど、はい、どうぞどうぞ。
Google の話なんですけどね、はい、いまいちよくわからなってないのは、まあこうまあ、肺がんの領域は、まあ、がんの遺伝子異常で治療が決まってきてるっていうのもあるんですけど、まあ、かたや僕がいつも疑問に思ってるのは、遺伝性腫瘍の家系を見ていて、ジャームラインで変異が入っていても、はい、ジェノタイプがある一定のものを持っていても、フェノタイプとして現れるものが個々によってだいぶばらつきがあるっていうところが、今のインフォマティクスできちんと予測されるのか、まあ、一般ポピュレーションの中で頻度が低いので、その中で計算させたときには成り立つけれど、ある一定のハイフリークエンシーの中でそれを持ち込むと、結構ずれたりするんじゃないかなっていう。これは堀江先生がおっしゃってるのは、基本的にジェネティックバックグラウンドの問題で、多分がんでも一つの、例えばRB でもそうだと思うんですけど、一つの遺伝子だけで全部が決まるわけでない場合に、要するにいくつかの遺伝子が集まったものについてさらに予測精度を上げていくっていうのは、まだハードルが高いですよね。だから今これははっきり言うと、実際の病気とのアノテーションで、まあ、マルチレグレッションみたいな話で、まあ、いろんな今進んでるものがもっと、使いやすくなってくれるしかなくて、実際に例えば堀尾先生の患者さんで他のゲノムを全部1回入れたときに、その突然変異がどういう、まあ、はっきり言うと、スコアを出せるのかっていうようなことを計算できる必要があるんですね。だからそこはやっぱちょっとハードル高いっていう気はしますけど、僕は。そうですね。まだまだ。まあ、Google がすごいなと思うのは、先進的なところに切り込んでいって、まあ、先頭を走ってるから、まあ、後からついていってるというといけないけど、日本の企業とかはどうもちっちゃい商売をしようとしてしまうから、そうですね、知れないけど、まあ、実際にはですね、それから結局、今はっきりしてきてるのは、どうかな、大きなメインフレームをクラウドで使わせてもらって、多分堀尾先生なら、堀尾先生が、GPU で、まあ、20ギガぐらいの、GPU 持ったコンピューターで、まあ、一種トランスファーラーニングというか、ファインチューニングをそこでやっていくことによって、例えば画像解析のメインフレームとリンクさせて、多分レントゲンだけ、読めるようにするとかですね、そういうふうにすると、まあ、はっきり言うとメインフレーム作るのに、多分オープン AI なんかでも、もうすごい人数を動員して1000億とかいうお金で、まあ、ファインチューニングやってるわけですけれども、それも大体もっと気楽にファインチューニングができるようになってくるっていうことで、まあ、いいんじゃないかなっていう感じですね。で、僕も Google の BART とそれから GPT-4 と両方今使ってますけど、まあ、例えば固有名詞なんかに関して言うと、やっぱ BART がいいですね、むちゃくちゃ。で、GPT-4 とか ChatGPT の固有名詞はかなり弱い感じしますね、計算とかだけじゃなくて。だから、やっぱりいくつかのものを、やっぱどれをやっぱ自分の目的で使うか、それから自分のフレームを、どういう形でつけていくかという話になるんで、その時にやっぱり結局僕もついこの前と、まあ、企業の人と話してたら、いや、うちはメタのを使うとか、そういう感じでやっぱりどうしてもオープン AI か Google かメタかとかいう話になってきちゃってるんで、今後どういう形にいくのかちょっと僕もようわからんですね。日本はやっぱりそれは本当に一番大事なことをやってくれる人がいると思いますね。で、ただね、一つ言えるのは、やっぱり、じゃあ今のやつが絶対最終経過で絶対違います。だから、一
回ずつあのニューラルネット動かしてたらもう何本もかかりますし、だからやっぱり今後は例えば、データサーチ、データベースサーチをもっと組み合わせたような計算量の少ないやつとかですね、それから多分どうですかね、芸術なんかのエリアでいうとやっぱちゃんと IP が認められるような仕組みとかですね、どんどんこう作っていかないとこれはうまくいかないと思いますね。ですからまだまださなんていうかな話が決まってないので、日本の政府なんかもやっぱりもう終わったと思わずにやっぱり何が一番大事かっていうのをしっかり決めて、やっぱり若い人をエンカレージしていいもの作っていってほしいと思いますね。以上ですけど、僕も同感なんですけどラスの先生話戻りますけどね、はい、あの論文で読んでて僕すごいなと思ったのは、RMC のこういくつかの化合物の中で G12C のやつはワールドワイドベースで治験をやり始めて、はい、で反ラスのやつの化合物は、まあ、アメリカだけでやってるんですよね。やってますよね、うん、まあ、あれ大学のなんかオーガナイゼーションですよね。いや、僕が思ったのは、はい、世界でやると情報が漏れて、これがいいとか悪いとか評価を受けて、で、まあ、もしよかった時にどっとなだれ込んでくるのでちょっと考える時間、いや、間違いなくなだれ込みますわ、うん、でこれ実際に何ていうかな、結局どのサイクロピリンがいいのかどうかもまだわからないし、だからがんによってはやっぱり違ういうことがあるんで、これがわかる人は、まあ、一種パンドラの箱になると思いますね、うん、だから一番わかりやすい例で言うとレナリドマイドが結局 E3 ウィキチンリガーゼを連れてくるっていう話が、うん、もうあらゆるところでやられてますよね今。うん、だから同じことをやろうになることはもう間違いないですね、絶対。うん、いや、まあ、日本のそういうメーカーも、はい、大事な知見とかは国内でいっぱい、まあ、もっと動かしやすくすることが大事かもしれんけど、やっていろんなノウハウを蓄積しとかないと一気にやられちゃうだけやなと。もうおっしゃる通りですね。実際にね、日本は多分最もやりにくいと思うのは新しいタイプの治験ができるかっていう問題なんですよね。だから今までのように完全にランダムにして、それから最後のアウトカムまでいくっていう話だと、がんなんかいろんな問題いっぱい起こってくるので、やっぱり要するに今一般的なガチガチの疫学者がもう許さへんというようなものでもきちんと科学にしていくっていうような治験が今いろんな形で行われようとしているのを日本でほんまにやらせてくれるかどうかですよね。まあ、それやっていかないと。多分メンデリアンランダマイゼーションもそうですし、やっぱりだから その辺は今日本の、僕も全然現役離れてるから、それけどまあなんかあんまりそういうところに頭がいく人たちが今役所におるように思えへんですね。いや、まあ、先生頑張ってください。いや、僕がひそかに期待してるのは兄弟がなんかびっくりするようなことやってくれないかなとか。ちょっといや、なかなか難しいでしょうね、やっぱり。まあやっぱり言い続けますので、先生の現役の岡崎さんも、特に野口さんなんか若いんだから、ぜひ、うん、まあ一応な、今日はこれちょっと長くなったけど終わります。ありがとうございます。いや、失礼します。はい、失礼します。